はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあ今回もメトロエクソダス、続きやっていきます。奴隷が収容されてたと思われる大型船を制圧、まあ、そしておそらく奴隷も解放されたんでしょう。謎のレバーを引いたらなんか声が聞こえたんで、奴隷たちの。で、今度は空港の方に向かおうと思ったんだけど、バロン様からの無線で、なんか泉の方で、なんだろうな、奴隷たちが暴動でもしてんのかな、何か起きてるらしいからそっちの方に行ってみます。この道をね、この道をまっすぐ行けばいいみたいだけど、あんまり馬力がねないんだな、このトラック。まあ、今にも壊れそうだから仕方ないけど、あれはなんだ、敵がいたら嫌だからちょっと注意深く行こう。あ、誰かいる。なんだなんだ、あ、ミュータントと戦ってるのかな、だね。今地点が記録されたな。あれ、ここが登録されたと思ったら空港の方ハテナが増えたな。なんで？横から近づいてみるか。こんな平地に360度ミュータントから襲われやすい平地に拠点を構えるのは良くないと思うんだけど、だから東大占拠しようとしてたのか何なのか。あそこにいるな。まだバレてないね。4スコ、この距離なら弾が落下するからやりたいな、うまいこと。よし、もう2人くらいいたはず。あ、いた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 。そこに二人か。今あっちに向かってた。あ、いた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 。バレてんのかな、もしかして。警戒中かな。気のせいです。あと一人。あ、いた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 。降伏してくれてもいいんだよ。する気がなさそう。あれ。よし。これで全員かな。オッケー。また変わった武器をね、持ってるが。なんだろうな、これ。おーい。あ、かっこいい。と思ったけど、これ花から持ってるスナイパーの一種か。スナイパー用のサプレッサーなるものがどっかにあるといいんだけど、今持ってないはずなんだよな。だからこうしてリボルバーに高倍率スコープとサプレッサーをつけるっていう、なんか似合わない使い方をねしてるんだけど、いやいや、なんだこのバラックを詰めるだけ積んだような塔は。なんかないかな。お、
何かあった。美味しい。スキアラバね、原作が置いてあるっていうね。これは寝れるのかな。寝れない。そっか。よし。できれば夜にしたい気持ちもあるんだけど。じゃあこのまんま泉の方向かおう。まだ先か。あの上の方か。泉ったってこんな、なんか湧き出る石油だかなんだかしかなさそうだけど。ここで降りたら襲われちゃうな。もうちょっと進もう。というか、ついでに引いといて。よし。うん、こんなところか。旗が立ってるもんな。あれだな。誰かいらっしゃる？誰もいらっしゃらない。めっちゃ聞こえてるけど。みんなに俺がスウェッティを入れたのは間違いだったと文句を言っていたという話を聞いた。スウェッティは悪くなかったと。部族の件で俺が過剰に反応をしたとか。奴が酔っ払って奴隷が見ている前で成果に証明したからといってそれが何だと。ついさっきシェルゲームを始末した。そうするしかなかった。あいつの下で働いてた者は奴の妻のところに行って施しを受けろ。あれはいい女だ。今回のような惨事が二度と起こらないように言っておきたいことがある。特に新参者はよく聞け。なぜ部族の連中は俺たちに従うと思う。恐怖か。もちろんそれも一つの要素だ。だがな、恐怖は絶対じゃない。追い詰められて失うものがなくなったら人は反抗心を持つものだ。たとえ部族で最底辺にいるものでもな。それでいいのか。もちろんそれじゃダメだ。そこで信仰だ。頂上の力への信仰。主を主たらしめ、奴隷を奴隷たらしめる。世界の規律に対する信仰。突きつけられた銃ではなく、砂漠が、万物が世界の規律そのものとなり維持される。銃剣だけで力関係を維持しようとすればいずれは必ず同じ銃剣で終わりを迎える。しかし銃剣と信仰があれば力を永遠に保つことができる。いいか、忘れるなよ。成果を崇拝しない奴隷を見つけたら殺せ。俺が口を酸っぱくして言っているだろう。もちろん奴隷が死ねばそれは損失だ。だがその価値は絶対にある。覚えておけ。これが聖火の万物の運命だ。もう二度と今回のような誤解が生まれないことを祈る。なおれ、バロン様のお話は以上だ。シェルゲームってなんだろう。ギャングでありながらもバロン様はなんだ、カリスマ性。誰がこんなところに何のために来るんだ。部族が仲間を助けるとでも言うのか。どうしてあの野郎をとっとと始末しないんだ。どうしてこんな面倒なことを。分かってないな。一人、やるべきことをちゃんと考えろ。二人、だからバロンは誰よりも先を行ってるんだ。二人。ならバロンの狙いは何なんだ。おい。ああ、バロンは奴を手なずけて他の仲間も暗くしたい。考えてもみろ。今奴を殺したら奴はただの殉死者だ。だけどもし奴を従わせることができれば話は違う。
その姿を見て、奴の仲間も奴を狙うようになる。わかるか？これもダメだな。常に明かりのもとにさらされてる状態なんだから、どう言ってもバレる。夜にしようか、ちょっと面倒だけど。何？くそ、重い腰を上げなきゃダメか。ふざけんな。なんで、なんでまた寝起きで敵がやってくる。飽き飽きしてんだよ。おい。もう一人いるな。のんきなやつだった。先にさ、誰かいないかを確認してから寝たりしないんか、あんたらは。一人は今確認しかけたけど。よし、とりあえず夜になったからこれで行ってみるか。ただ地点登録はマップ上では特にされてないんだけど、俺で終わるわけないよな、まさか。さてさて、動け検知器。一人？一人ならパンチ。キックだった。もう一人。一人ごと？おい、なに？突然振り向くことは許されないよ。ワンワン？ワンワンは撃っちゃおうかな。実際ワンワンの方がこいつらよりも何倍もね、感づきやすいから、こちらに。助けてあげるか、あの人。あ、やばい、こいつこっちに来たら犬の死体が。OK、もう一人。ほい、オッケー。ん？二人はやったけど、で、別のやつが来た。ワンワン？わ、まずいな。あ、まだギリギリバレてないのか。うわあ！そっちから来てたか。よし、銃火器行くぜ。なあ、やめろ。で、草で犬が見えない。なあ、目が光ってる。出て出て。どこだ？出て出て。よし。リロード。
顔出せ。何コウさん、ちょっと遅いな掲げるのが。部族さんは、検知してる。さあ、おい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 、なんだなんだ。はしごがあるなら、敵も普通に登ってきゃ、いいのに。お？れ？おなくなりになった。せっかく来たのに。遺書？遺書書くの早っ。助けてくれたことには礼を言おう。だが私はすでに死んだ。と同然の身だ。はい。そうですか。このままどっかに案内されるのかなって思ってたけど、まさかの超スピード遺書だった。そうそうそう、いろいろとアイテムを拾ってるんだけど、投擲武器ハーネス。ああ、なるほど。投擲系アイテムを通常の倍か。でもそれなら弾薬ポーチの方がいいな。強化ガラス。これも、なかなかいいものだけど、今そんなにマスクを使わないから、防弾性能でよし。武器整理します。よし。ここで生活してたんですか、あなたは。どのみち助けることはできなかったのか、この人は。ならしゃあない。じゃあちょっと遠いけど空港の方に行くとするか。っていうか空港だったかな、空港というか基地というか、そんなものを双眼鏡で見たんだけど、そこまで行ってみよう。あら？で、なんかある。あ、そんなに深いわけでもないか。ちょ、すげえのがいる。アナコンダ。これは、しゃあないでしょ。この辺、ホラーな、まみれか。まあ、こんなとこ、おお、そこにいた。こんなところか。ちょっとアイテム回収して移動しよう。みんな聞け。な。分かった。とっと飛ばせろ。おい、機関車のクソども。ぬくそ？奴隷理論だ。誰かを呼び出したな。幹部かな。まあいいでしょう。このまま周辺探索はやるぞ。まだそのバロンっていう人と会ってないんだけどね。せいやなんだろう、向こう。いかにもボスがいそうな感じがするな。っていうか、あそこが、後に突破しなければならない進行方向な気もするけど。いや、ちょっと車、置いてきちゃったけど、近いから、このまま歩っていっちゃおう。そっか、砂漠だから、そこら中にヘビが、
いるかもだ。ちょっとナイトビジョンをオン。おお、雲。ここ明かりも何もついてないってことは、ゴロツキがいる感じはないな。ミュータント系か。ヘリの残骸。あー、眩しい。なんかあるかな。急にバッて出てこないでくれよ。そういうの苦手だから。なんかちょっと生体反応があったみたい。おーい、なーにー後ろ、なーん、なあ、光るものは。この武器強いからあまり使いたくないんだけどな。こいつらも意外と硬いんだよな。ちょ、よし。どっかショットガン落ちてないかな。取り替えたいな、これ。どこ、あ、いた。そっか、これ圧力もかっ、何、やつはやる気だ。え、待って、部族民だと。こやつら敵に回してもよかだったか。攻撃してきてるなら仕方がないんだけど。仲良くしようよ。いて、そっちがもう火力増し増してくるっつうんだろ、お前。なんのか？あんま近づけないな。てかこういう風にね、エイムしてるとどんどん圧を消費していくのかもしんないな。扱いになれないな。オッケー。どっから出てきた？どっか潜んでたのかな？あとはそっちの建物だな。だな、怪しいところは。ちょっと行ってみよう。まあモンスターは潜んでるだろうな。結構潜んでるな。
動いてるね。よし。動いてるね。こんだけライト照射してたら起き上がって襲ってきてもいいんだよ。おお、どっから出てきた。痛い痛い痛い。おい、すげえ、ワンサカ来る。ちょっと、なあ、ちょっと視野が狭い。まだいるな。こういう時はショットガンなんだけどな。今武器を取り替え、取り替えることができる場所がなくて。圧力切れ。よし。このなんか色黒なね、ミュータント、人型ミュータント、ちょっと硬いんだよな。おーい、痛い。お、なんか重装備だったように見える敵だけど。なんかないか、めぼしいものは。おい、ひたすらミュータント。どっから泣いてる。上か。いた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 。おい、あと1体、2体。うお、上から。どんだけここに住み着いてんだ。こんなところかな。さっきの部族名は一体どこから。部族民って一応ギウルの仲間たちじゃなかったっけ。でも、うん、撃たれてしまったから有無も言わずに、まあ仕方ないけど。あの人らがいわゆる奴隷になっていく人たちなんだよな。さて、作業台、作業台。お、これはナイトビジョンにプラスがついてる。あ、ショットガン。ちょっともうショットガン、ショットガン使いたい。いい加減ショットガン使いたい。よし、お、4発、5発、6発。あ、なんか似た武器見たことあんな、これ。前作メトロで。手に入れたアイテムを確認。ロングバレルもゲット。固定シリンダー6発式。で、新しいナイトビジョン？あ、フラッシュライトの代わりに使うんだ。NVD 増幅器。すごそう。ちょっとつけてみよう。ナイトビジョンの部類ではないのか？うん、何が変わったのか、いまいちわかんないけど。
戦闘時に使ってみればわかるかな。まあいいでしょう。というかもう明るくなってきちゃったしな。よし、それじゃあ今回こんなところで、探索すべき場所はもう一通り探索したから、じゃあ次回お家に帰る。オーロラに帰って、まあトラックも回収して帰るか。地図をね、持ち帰ろう。それじゃあ今回こんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。